こんにちは、花井レモンさん。まあね、よく聞くキーワードなんですけども、それ久保さんだからできたんでしょってね、あるんですよ。まあ、それはね、でも正解なんですよ。私だからできたんですよ。でも代わりにこういうことも言います。いや、あなただからできることをやればいいんじゃないですかってことなんですよね。だから何もね、私だけが全てができるわけではなくて、そういう人だけが何もできないわけじゃないんですよ。自分にしかできないことをやるから自分のコンテンツができるんですよね。だから100人いたら100通りの正解に向かえばいいわけなんですよ。基本は一緒ですよ。基本は継続してやることとかね、前よりも取り組むこととか、最悪の時こそ最善を尽くすこと、基本は一緒なんですよ。基本は一緒なんですけども、向かう先ってのはみんな違うんですよね。みんなが私と同じことをやったら、それこそ過当競争になって終わりなんですよ。で、私がこうやっていられるのもほとんど誰とも被ってないからなんですよね。で、きっとですね、他の方も、例えば花井レモンさんがやることも被ってないんですよ。でね、私ね、花井レモンさんいろいろ言ってくれたんですけども、私はね、花井レモンさんをね、まだまだ高く見積もってるんですよね。考えてみてほしいのは、私チャンネル登録100人前後の時、100人とか200人の時に花井レモンさんを見て、自分でも買ったことがないウォートークについて話している花井レモンさんの動画をクリックしたわけですよ。通常でしたら私興味ないですよ。でもクリックして、そしてね、その動画を1本見るだけで、あ、この人は、まあ、1000人とか2000人のチャンネル登録ぐらいはいくだろうなと。そこまでの力量は私はね、十分あると思って、実際そうなったと思うんですよ。ただ、今2000数百人ですけども、これが5000人とか1万人いくかと思ったら、これはちょっとね、まだ分かんないですね。まあ、前回の動画で、何回か前の動画でね、ちょっと行き詰まるんじゃないかなってことをね、ポロッと言った覚えがありますけども、ちょっとまあ私の意見で申し訳ないんですけども、これはね、花井レモンさんへの期待とか、それから花井レモンさん自身の力量をね、私が見積もらせていただいて、激励の意味でね、鼓舞する意味で言わせていただいたところがありますけども、その数百人から1000人2000人までにやることと、例えば2000人3000人から5000とか1万に伸びるまでにやることってのはもう違うんですよ。フェーズが、桁も違いますしね。少なくとも今まで更新してきた動画のペース以上にしていった方がチャンネル登録が増えるし、影響力が増えるし、何よりも動画をたくさん作るってことは、動画を作るトークのスキルは上がっていくわけじゃないですか、ね、10回よりも100回の方が上手になってると思うんですよ。まあ、基本的にはただそれだけなんですよね。で、そこに載せていく情報の量とか質も変わっていくということなんですよ。で、最近ね、サムネイルね、結構文字がね多いんですよ、花井レモンさん、ね、で、それがいいか悪いかっていう評価はいろいろあると思いますけども、まあ、私どっちかっていうとサムネイルほとんどないんですよね。だから量産しようと思うとサムネイル作って暇がなくなるっていうか、サムネイルがなくっても同じようなね、ストップモーションで、こんなね、こんなストップモーション、こんなストップモーション、こんなストップモーションで、すでに、まあなんか見ていただけるようなね、形にはなるんじゃないかなと思うんですよね。まあでもこのサムネイルもね、花井レモンさんはね、たくさん作ればたくさんの気づきがあると思うんですよ。それこそこれだけね、たくさん作っていったら、花井レモンさんなりのサムネイルっていうのに向かってるんだろうなと思いますね。まあ、今回の動画ね、あれじゃダメだよ、これじゃダメだよっていうふうに言うことではなくて、いや、鼓舞する意味でね、やっぱりさすがだなと思いますし、私は花井レモンさんを見ていて、まあ、このぐらいにはなるよなっていうところがあったんですよね。話を戻すと、すごく不思議なのは、不思議だと自分でも思うのはね、ウォートークンに興味がない私が、ウォートークンの動画の花井さんに出会ってね、で、チャンネル登録再生数などを見て、あ、この人は伸びるなと、まあ2000人ぐらいにはポッといくだろうなと思って、そういう動画も送ったと思うんですよね、初期の頃に。まあでもそういう風になって、こっからね、花井さんが腰を据えて YouTube の道をしっかりと進むのか、それともね、 YouTube に疲れてきて、なんかちょっとね、考えをね、別のところに行っちゃうのかとかね、そういう分岐点が来るんじゃないかなって気がしますね。私が言えるのは、花井レモンさんの、ポテンシャルはここではね、全然まだ足りてないと思うんですよ。これからまだ出会えてない視聴者さんがたくさんいる。もしかしたらそっちの方が本番かもしれないんですよね。で、これから活動する中でどう変化していくかわからない花井レモンさんの眉間の我ですよね。まだ見てない自分自身っていうのが花井レモンさんにはたくさん内在されています。で、そういう人に、そういう花井レモンに出会うために、20代の花井レモン、30代の花井レモンに出会うために、これからも旅を続けてもらいたいなと思いますね。
うん、いや本当にね、ここまでね一緒に YouTube を通じて関われて、私もねちょっとね嬉しいなと思いますね。花井沼さんがいずれ40代50代になった頃に、私はねこう言いたいんですよ。20代の花井沼さんを見て30代40代を見てきた、いやそれはね、うん、なんかすごい縁だったよと、うん、そういう風にねその頃の私は動画で喋ってるでしょうね。いやこれからもますます楽しみだなと思います、うん、そして天才に追いつこうと凡人がする場合は天才と同じルートを通るってダメなんですよ。もうそれこそね、凡人が天才に追いつく方法を取った方がいいんですよね。それは天才でもできないような継続力を発揮することかなと思いますし、天才が見てない景色、足元をねしっかりと固めていく、常に基本に帰ることじゃないかなと。まさに基本動作、天才は基本動作をむちゃくちゃしますけども、それでもね基本動作の中での勝負はできると思うんですよ。基本動作を超えた世界のレースでは天才には絶対かないませんけども、基本動作対基本動作、自分の基本動作対天才の基本動作ならまだ勝てる見込みあるんじゃないかなというところありますね。まあ勝てないまでも天才のレベルでやれば凡人もちょっとはね天才に近づけるんじゃないかなと思いながら、うん、まあ天才って誰なのかと思いますけどね誰なのか分かりませんけども、その仮想した、仮に想定した天才に向かって私も走り続けようかなと思います。まあライバルはね、うん、他者に求めればいろいろといないことはないんですけども、やっぱり最大のライバルはね弱気になる自分かなと思いますね。そんなことってないですかね、花山さん。弱気になる自分ってたまに出てきませんか。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。